バクは、キヒズメメに含まれる、バクカの構成種の総称。原生種はすべてバク属に分類される。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、東南アジア最小種は、タピルスカボマニ。成獣の体長は1.7から2メートル程度。体型は流線型で、ヤブの中を進むのに適している。肩よりも腰の方が高い。皮膚は分厚く、山クを除いて体毛は少ない。 山クは長い体毛で覆われ、寒さから身を守るのに役立つと考えられている。頸部に縦紙状に体毛が伸長する種もいるが、これは捕食者から頸部を守る役割があると考えられている。マレークは体色が全部と後部が黒、胴体中央部が白だが、これも夜間では体が分断されたように見え輪郭がつかめず、捕食者から身を守る役割があると考えられている。 豚のような体つきをし、象の鼻のような興奮を持つ。フンタ炭ンは鼻と上唇が合わさり、その先端に鼻孔が開口する。目は小型で眼下の奥の方にあり、ヤブの中で目が傷つきにくくなっている。死は短く頑丈。前足が後ろ足よりも長いという得意な骨格構造を持つ。これは主な生息域にはヤブが多く、 背丈の長い草をかき分けて走ることに適した形状であるとされる。前肢の指は4本、後肢の跡は3本。前肢の4本目の指は小型で高い位置にあり、柔らかい地面を移動するときにのみ用いられる。指跡は定状になっているが、接地面は球状。木筆目はその名が示す通り、通常奇数の指を持つが、バクの各足の指の数は、前足が4本。 後ろ足が三本である。幼獣の体色は赤葛色で白い斑点や筋模様が入る。この体色もヤブの中では保護色になると考えられている。これらの形態が中国や日本に伝わる現獣のバクに似ていることが名称の由来だが、むしろ架空のバクこそがバクをモデルとした動物だという説もある。バクの項目も参照。分子系統によると、 キヒズメメの原生産化のうちバク科とサイカが姉妹群で馬川はやや離れている。一家のうち原生種の分類。英名はグラブに、和名はマクナン、イヤワケに従う。主に森林に生息する。夜行性傾向が強い。水辺を好み、採食や秘書、外部寄生虫から身を守るなどの理由から水中で過ごすことも多い。幼獣を連れた母親以外は、 主に単独で生活する。危険を感じると水中へ逃げ込む。双本、木の葉、芽、若枝、果実、水生植物などを食べる。繁殖様式は体性。終年繁殖する。交尾前の儀式的な行動をとして、お互いに泣き声を交わし合う。私友は、互い違いの向きになり、お互いの陰部の匂いを嗅ぎながら回り始める。回るのが速くなるとともに、互いの時間や、 脇腹、獅子に噛みついたり、粉炭で腹をつく。一回に一頭の幼獣を生む。比較が利用されることもあり、タズナや無知の原料とされることもある。ゴムやトウモロコシなどを食害する。森林バスや農地開発、ダム建設などによる生息地の破壊、食用や比較用、スポーツハンティングなどの狩猟により、生息数が減少している種もいる。 ありがとうございます。